日本フットボールリーグ第12回日本フットボールリーグ第12回日本フットボールリーグは2010年3月14日から同年11月28日にかけて行われた日本フットボールリーグのリーグ戦であるガイナーレトットリが初優勝を果たした第12回 JFL の参加クラブは以下の通りであるこのうち松本山が FC 栃木ウーバー FC 及びツエー金沢が毎シーズンの全国地域サッカーリーグ決勝大会からの昇格クラブである。前年度成績イコール突起な着物は第11回 JFL の成績である。色付けのチームは2010年シーズン開幕時において前期終了時の上位3チームに第90回天皇杯の出場権が与えられる。 各試合において勝利チームに勝利チーム賞5万円を支払う。ノート41試合4得点ホームアウェイ2011年度からの J リーグへの加盟申請を行っていた準加盟クラブについて11月29日の J リーグ臨時理事会で審議が行われ1位となったガイナーレ鳥ットリの J リーグ加盟が正式に承認された。7位の松本山が FC については 成績面での不備から加盟は見送られた。一方、予備申請を行っていた3位の町田ゼルビアに関してはホームスタジアムの不備が5位のビファーレン長崎に関してはホームスタジアムの不備と財務面の問題が指摘されており、結果的に2011年度からの本申請を見送ったため、審議対象とはされなかった。町田は成績面での J に昇格条件を満たしながら、 昇格できなかった、準加盟クラブの第1号となった。J リーグ加盟により1チーム減少したため、JFL と地域リーグ間の昇降格のレギュレーションが以下のように変更された。レギュレーション変更により、JFL18 位チームのみが地域リーグへ自動降格することとなった。これにより、流通経済大学 FC の地域リーグ自動降格が決定した。 自動降格が適用されたのは2002年シーズン以来となる。第34回全国地域サッカーリーグ決勝大会の結果、1位かまたまあれ、サヌキと2位 AC 長野パルセイロの JFL 自動昇格が決定した。2010年の JFL 地域リーグ入れ替え戦レギュレーション変更により、JFL17 位のアルテ高崎と第34回全国地域サッカーリーグ、 決勝大会3位の山陽電キス元が入れ替え戦を行うこととなった。チーム 1V、チーム2、チーム 1V、チーム2この結果、対戦成績を1勝1分としたある手高崎の JFL 残留、並びに山陽電キス元の地域リーグ残留が決定した。JFL チームが入れ替え戦で、JFL 残留を決めたのは2002年シーズンの、 ジアトコサッカー部以来8年ぶりにチーム目である。ありがとうございます。